どうもこんにちは宣伝部長の小です今日は商標登録っていうことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけでみんなで作るとの大津彩香さんですけれどもさまざまなところにお金をね、まあ、使っていったんじゃないかという疑惑がね債権、まあ、者集会後いろいろ言われてる中で、まあ、今回ですね商標登録にめっちゃ金使ってんじゃねえかっつう話がまあ出てきたのでそれをご紹介しながらいろいろお話をしたいんですけどもでそれを見てちょっと思い出したんですが あの債権者集会の後のスペースにおいてねさすがに批判の声が支持者からもた高まったっていうんですかね説明しろみたいな声が上がってきたのでちょこっとだけね説明をされていたわけですよまあ、当然説明にはなってなかったんですけどもまあ、要するに自分の使い道が正しいんだみたいなことを言ってたんですよね。でその中で党 のね、以前はね全然お金かかんないんだって言ってたんですけど、まあ、すっごいかかるんですという感じで話を変えつつ商標登録っていうのをも,ものすごいかかるんですよみたいなことをおっしゃってたんですよね。はい、でその時はまた何か代理人に頼んだのかと自分であればそんなにかからんだろうっていうふうな、まあ、お話をさせていただいたんですけども。 なんか結構ねたくさんの区分に出しているのでもともと役所っていうんですかねあの手続きの費用だけでも結構かかる上にあのちゃんとしたあの、まあ、ちゃんとした特許事務所に <laughs>、まあ、おそらくですよそこに名前とか出てきてるんで、まあ、ここの事務所じゃないかなって分かるんですけどもそこを調べてみたらですねなんと1区分20万かかるということですね大津さんはこれを7区分出した上で単純にまあその かける7じゃないと思いますが7区分出した上にそれを4つ出してますさあいくらになるんでしょうみたいな <laughs> 話で <laughs> もういい加減にしろみたいなねいう話がちょっとあると思うんでまあ今回はこれを取り上げていきたいというふうに思いますはいというわけでこちらはヒロさんのポストなんですけどもえー、と身につく4件も商標登録してたわらと いうことですね、まあ、確認する限りは結構かかりそうだねみたいなポストなんですけどもまあ、これに対してですねえっ、ー、と都知事選にもねまあ出られました名誉ある最下位の、えー、と上楽さんですねが、えー、と私もと商標登録しようとしておりみたいなところで調べてみたらまあ、どえらい無駄があることは分かったということですねでまあ費用を計算されたようなんですけどもえっ、ー、と例えばみんなで作るとのみですね <laughs> <laughs> えっとですねそれがここ下の方にあったかな、まあ、これこれですねはい、まあ、これの商標登録みたいなことで調べたのかなでえー、っとで計算してみると7区分で26万1000円みたいな感じですねで他にも出して計4つあるんでかける4ってなるとえどえらい金額やなみたいな <laughs> ちなみにこれはただの手続きの費用ですからねで 内訳みたいなやつがあるんですけども、出願費用は基本料金が3400円、1区分あたり8600円。で、そして登録費用っていうのがあって、これが1区分あたり28000円と、まあ、これが結構まあでかいですということですよね。従って7区分の場合の費用はっていうことで、基本料金3400円で、区分ごとのまあ料金って言うんですかね、が6万円。で、出願 えーと、費用っていうのも、これも6万円で、登録費用が19万7千円っていう感じかな。で、まあ、結果全部足すと、えっ、ー、と、26万1千円ということで、まあ、繰り返しになりますが、これは役所に払うただけのお金です。で、これプラス、便利士の費用がかかる。これ一箇所だけですね。あの、で、本当にいくらかけたんだっつうレベル感ですよね。はい。 はいというわけで、えっと、こちらはですね、あの商標登録を、まあ、簡易検索して出てきたやつで、まあ、みんなで作る等で検索すると4つ出てきます。こんな感じですね。えー、っとですね、一番上の1番か。まあ、これがですね、みんなで作る塔の、まあ、いわゆる名前を押さえに行ったって感じですかね。で、この2番目っていうのは、民クですね。つまり、<laughs> あの、 民地区で取ってんですよ。そのみんなで作る党という、まあ、正式名称とそれの略称の民地区とまあ、両方取ってます。という形ですね。当然7区分ごとという。 ところで、すねでそれの出願日なんですけども、えー、と昨年の11月30日ですね、えーと、記者会見が11月6日ですから、まあ、そこからすぐ動いてっていう形で考えると、まあその前から動したのかもしれないですけどね、はいまあ、という形で、まあ、スケジュール感的にはまあ、別におかしくないスケジュール感でまあ、商標登録に動いたと。 いう感じですねはいでまあ問題なのはですねまあ、まあ、まあこれも問題だっちゃ問題なんですけどまあ明らかに問題なのはこっちですね3番4番の方でこれはいわゆるこの絵柄だと思われますがの商標登録になるのかなえー、この <laughs> これ誰が他にに星があるねみたいなまあいいやこのミットこの下のやつ ですねまあ、要するにロゴを募集して、えー、集めたやつに関して、まあ、この2つで商標をまあ取ったというところですね。はい、でこの2つに関しては日付見てくださいって感じで出願日が3月11日なんですよだからその破産手続き申し立て 5, あ5明らかに5なんですよ。<laughs> っていう感じで。 まあねしかもこれ本人が出してるんじゃなくて代理人出してますからでまあプロがどこまで調べるか分かりませんあの最低限ね、まあ、競合しないとかまあ他にもなんかミンツクみたいなのがあってなんかどうなんだって話も当時ありましたよねまあということまで含めると競合がいないかとか含めてそれは当然調べますよねすでに質感がないかとかね。 っていうのを普通は調べてるうちにこのみんなで作る塔がどういう問題を引き起こしているのかについては、まあ、ちょっとさすがにぶつかると思うんですよね。そもそも11月の方のこれこれこれやった時点でなんかザーザーしてんなっつうのはわかるわけででさらにそのまあクライアントですねがもう一回持ってきた時になんとなく気になってるわけじゃないですか。で破産なんか全国ニュースになったわけで,でそれで知らんまんまやったんですかと <laughs>。 <laughs> いう形でまあわかんないですけどもこの時にあのー、費用をもらってるとしたらそれってどうなのっていうのはやっぱり出てきちゃいますね知ってたんですか知らなかったんですかっていうのは出てくるし、まあ、当然知らんふりして受け取る可能性は高いんですけどいや破産した政党のやつをやるかねと。ででもう一つあのここあの多分政党の権を受けるのが初だったと思われます。というのは、えー ちょっと後で紹介しますけどもそのこの商標をね出した時に後で訂正みたいなやつ入れてるんですよ最初の方でその訂正の内容があの法人ですねいわゆる政党の法人っていうのが政党どうして法人なのかっていう説明がねまあ足されてるというか部分があるんですよだからまあその時にあ普通の法人じゃないんだねと。 いうことだったりちょっと特殊性についててはは理解してるはずなんですよねだからそれで今めちゃくちゃ揉めていてまあねいやうちらはなんか特許事務所なんでなんか商標が被ってないかだけしか見,見てませんっていうので押し通すのかもしんないけどちょっとねまあ、そこもきついんちゃうかって個人的には思ってしまいますね、はい。でもこれ本当に知らなかったとしたらただの被害者ですけどねあの <laughs> えっ、ー、みたいな。で あのホームページの方を見に行ったら、まあ、そこが合ってるかどうか分かりませんけども、とある、まあ、その人だと思われる、えー、と特許事務所の方を見に行ったら、まあ、お金の受け取りとしてはですね、出願時、出願地とそれから登録時に出るという感じなんですよね。すべて今、審査待ちなので、出願はしてるので、まあ、ここで一旦お金を払ってるはずなんですよ、それぞれね。ただ、えっ、ー、とですね、 えとこれが通った後ですね。<laughs> ま半年ぐらいかかるらしいんですけど、通った後に登録しようとしたときに、まあ、もう一回お金をもらうらしいんですね、まあこ。これがどういう立て付けになってるかわかんないんですけども、それが純然たる登録費用、その役所に払う費用だけだったら、まあまあ、特許事務所としては損がないんですけども、まあ、その時に、まあ、半分、ここでね、払って、もう半分はその登録時にって話だったりすると、まあまあ、あの、 取りっパグれたったてて話にになるんで場合によっては債権、えーね、者として申し立てし,してるかもしれないというあの <laughs> そのような話ですけどでもさすがにこれ知らんかったら問題でしょってことなんでもう全額すでに受け取ってるとしたらそれは知っててやってたでしょって話になるし、まあ、知らんかってやってたとするならばまあまああれか債権者の1人となってる可能性が高いというようなお話ですかね。はい はい、というわけで、続いてはですね、こちらの経過情報ですね。まあ、一番、まあ、それぞれ全部見るとキれないので、一番上にあったみんなで作る等の、まあ、商標の方ですね、を、まあ、見ていこうというふうに思うんですけども、これですね、みんなで作る等で出しましたということですね。まあ、これが、まあ、ここからが区分と呼ばれるものなのかな。えー、と指定商品、えー、と私指定役務ですかね。はい。 ということで、これが1、15類、35類、2、で、36類で3、で、41類、4。えっ、ー、と、まあ、ちょっと切りないですね。ザーッという感じで、ちょっとはね、あの、さまざまな、まあ、ちょっと、正当としてなんか使えそうなことについて、まあ、ザーッと書かれているって感じですね。はい。で、まあ、ここで7という感じなんで、まあ、全部で、えー、7区分ということになりますというところですかね。はい。 で、あの、まあ、これを、の後にですね、後になんかこう、付け足しみたいなっていうか、訂正が入っていて、そちらの方なんですけども、あ、そうだ、ちなみにこちらは、あの、ちゃんと、えー、っとですね、みんなで作るとっていう,う名前にちゃんとなってますよね。はい。っていう感じで。 はいでえー、とこちらですね、こちらも同じく経過情報の紹介なんですけれども、えー、と補正書ですね、手続き補正書という形で補正が入っているとで、その部分なんですけど、あちなみに、えー、と提出日が12月の27日ですね、だから年末になんか出してるんですよ、11月30日に最初出して、その後一1ヶ月後ぐらいにこれを、まあ、訂正で出してると。 はいで、その訂正場所なんですけども、あ、これですね、手続き補正1ということで、訂正項目は投票登録出願2みたいな感じで、えー、とここですね、ここだけ足されてるんですよ法人の法的性質ということで、政党交付金の交付を受ける政党に対する法人格付与に関する法律に基づく法人ということが、 まあ書かれているのでちょっとオタクのの法法人人なななななんかか番号もいいしみたいなことと <laughs> ちょっとよく分かりませんけども、まあ、正当なんでみたいなことでちょっとあの付け足しで説明をされたという感じですね。はい、ということなので、まあ、これをわざわざ出してることから考えてまあ、その正当の特殊性だったりまあ何て言うんですかねこのもめ事が目に入らないわけないよねって思うわけなんですけども、はいまあ、一応まだこの時点においては破産はしてなくて民事作 体制手続きはしてますからねだから、まあ、それが通った場合においてはとかいろんな話がされててもおかしくないんですけどねはいはいまあという感じですねでそれがまあまあえー、っとですねまあ、いずれにしても11月30日に出願されたものが2つあってその後に3月11日2つ出されてますという感じなんですよねで先ほどあったそのお金の計算なんですけども あくまでで区分ですよさっき7区分ありましたけども1箇所1区分でえっ、ー、と役所あちゃちゃ先ほどのは1箇所か1箇所7区分で26万って出てたと思うんですけどえっ、ー、とまあそれはあくまで役所に払うおう金なんでねその <laughs> で弁理士さんっていうかプロにお願い代理人をお願いしてるわけででそこに対してはまあホームページ先ほども少しお話し,しましたけどもえっ、ー、とい 箇所っていうか区分ね万ですよねそこはおそらくですけどもえっとさん弁士事務所に対する費用だとか手続き費用等々含めて全部多分込み込みだと思うんですよね。なんで普通に倍倍率で計算すると7箇所だと140万っていうことになるんですけどまあさすがにねそのそのまんまね倍でどんどんどんっていかない。 とはいえですよ。どのくらいになるのかなと思うんですよね。その役所は普通に倍率ですからね。まあそんな感じなんで、まあ仮にですよ。仮に、まあその感じで言うと、1箇所いくらになるんでしょうね。1万、百0 0万とかになるのかな。まあこの辺は未知数ですけどね。未知数ですけど、あの <laughs>、手続きのなんかこう役所に払うお金だけでも26万かかるから、 どうなんだろうな。すんげえ安く見積もったとしても50万。でも言うて100万ぐらいかかんじゃないかなってイメージですよね。っていう感じでしょうね、おそらく。だから、まあ、それが、えっ、ー、と、1、2、3、4つ。400万 <laughs> 安く見積もっても200万かかっちゃうのかなって思うんですけど、まあまあ、あのー、これをね、まあセットでお願いされてね、まあまたもうちょっと費用の交渉とかあってしかるべしですけど、その辺はわかりませんが、 まあまあやっぱりあの数百万かかってるんじゃなかろうかというようなことですよねおそらく。<laughs> ということになるとそれは高いって言うよねって話でありまして、えー、だったらこんなことなんでするんだとかですね必要ねえだろみたいな話で。 まあ、あるいはですね、まあ、橘さんに対してとか、まあ、み自らいろんな,なんかいろんな法的見解を勝手に述べたりとかしてるわけじゃないですか、まあ、そういうのを諸々含めるといやそんだけいろんなことをできるんだったら自分でね、まあ、これを出せばいいだけじゃないですかちょっと苦労するかもしれないけどまあそれはでも多くの、まあ、いわゆる法人 とかはですね、まあ、最初にお金がない時は自分で多分頑張って聞きながら今は無料相談も多いですからね相談しながら出すもんだというふうに思うんですけども、まあ、もっとねなんか複雑なやつだったら分かりますよ技術的なねその特許とかあこの見解が難しいやつとかねでもこれ <laughs>。<これ笑> プロの力借りる必要ありますかっていうかアドバイスぐらい必要かもしれないけどどの項目で入れた方がいいですよみたいなであとはこんなん自分でやればいいじゃんみたいな話がありましてこれに対してどんだけ金かけとんねんみたいな、まあ、話ですよねしかもそ,それのみならず破産手続き後もこれを、まあ、やっちゃってることに、まあ、すごい問題があってこれまさにあれですよね あのどこの費用に入れたかわかんないけど場合によっては金返せと言われている件に含まれていてこれ場合によってはこの弁理士事務所の方に対して金返せっていう連絡が行っててもおかしくないんですよね。はい、まあまあそのあたりについてどこまで破産管財人に情報を明らかにしてるかにもよりますけどもまあそれをまあ大津さんに返,せ返すように言えっていうのが今なんですかね。はい はい、という感じでね、まあ、いずれにしてもですね、本当にあちこちに迷惑かけすぎでしょみたいな感じで、取引先もそうだしね、まあ、そもそも、大津さんが乗っ取ってから、いろいろ取引事業者の中には、支払ってもらってない方もいらっしゃったわけでしょ。で、そこは全部、こう、払わずに、そして、この特許事務所だけに払ってるの、また変だし、払ってなかったら払ってなかったで、あ単なる被害者だし。あ <laughs> の どっちにしてもめっちゃ迷惑かけるよねということだと思うんですけどね。はい、という感じでこういった人で,でしかもその支払いがいやいや何だその正しいんだって言ってるのが、まあ、大津彩香さんなんですよね。関西には金返せって言ってるんですけど。ていう 感じてこれをどのように説明したら通るんでしょうねという感じなんでもうすでにその話し合いがなされたかもしれないしされてないか私にはよく分かりませんけれども大変だろうなっていう「関財人さん大変だろうな」っていう <laughs> あの <laughs> もうれあとはなんか一回話した後で話通じないなと思った後、冷徹に対応するしかないですよねいやもう払ってください終わりみたいな。 いう感じで、で場合によっては、これはまあ、こういった法律だと違反に当たる可能性がありますよとか、まあ、そういう説明すらされている可能性がありますよね。はい、はいいまあ、というところでね、まあ、この書評に関しては、まあまだ調べられるじゃないですか、我々。 だから正直調べられる表のやつだから大津さんもちょっと言葉に出したのかもしれないけど、まあ、あとはそれ以外の民間的な取引なんて出てきようがないじゃないですかわからないんでね、まあ、正直出てきたやつだけでもこんな金の使い方ひとんかいみたいな感じで。 もう呆れ果てるというかねちょっともうそれよりもやることあるやろみたいなだってなんで債権者に金返すよりこの商標の方を大事にしてんのおかしくねみたいなのはちょっと思ったりしますけどねでもどうしても必要だったらその分についてはもう最低限のところに絞って自分たちでまあ,あ済ませればそんなに金かからんでしょっていうところだというふうに思うんですけどねはい。 まあ、しかし改めてまた思いますけどね、ねどの口でなんか立花さんの使い道ガーって言ってるんでしょうね。ひどい金の使い方しますね。はい。ということでございますと。はい。で、あと最後にちょっとね、この件にまあ若干だけ関係してるこのブログですね。立花さんが話題にしていたブログの話を少しだけ取り上げとこうって感じですね。 はい、というわけでこちらはね立花隆さんのポストですけどもこの豊田健治弁護士と大津氏に対するブログ本当に面白いみたいな感じであのこちらのスケさんがね紹介している加代マリヌさんのブログの面白いとこチェックですね。あの <laughs> まあ私もブログの方はねご紹介させていただいたので、まあ、全体についてはまあ当然ご本人のやつ見ていただくのが一番いいんですけどもちょっとなんかあの表現がねあの <laughs> 時々出て荒ぶってるとこがすごい面白いって話の指摘なんですけどはいでそれがちょっとね一部大きくしたところなんですがここですね「立花隆らによって見事に破産さ,れてし、ま、させられてしまった豊田弁護士」とか「大ざやみたいな <laughs> 感じのまあこれは丁寧に紹介してるんですけどね債権者集会の紹介をしてるんですけど見事に破産させられてしまったとかですね えとあとこちらもそうかな。えっ、ー、と裁判所により破産手続き開始決定出たことによってあやあわ慌てふためき記者会見を行いましたがってねもう煽り続けてるって <laughs> で。でほぼどこにも報道されずとてもかわいそうだったので私が取り上げましたとしょうがないから取り上げてあげたよという感じですね。はい、でさらにこちらですね。 破産させられた当初豊田賢治らは私たちの追及を逃れるために立花氏は債権者破産申し立てをしたんだとかね、まあ、他にもなんか債権者はいないだとかいろいろ言ってたんですけどと昔不服を申し立ておりましたって感じで「昔」っていう <laughs> 確かにそのように「昔」っていうぐらいむちゃくちゃ言ってたっていう感じですよね今やあの不正を疑われてるのは逆になりましたからねあの <laughs> もう本当になんかこんな綺麗な斑点ありますかっていうぐらいの状況になってますと。はい、でそしてこれはですねえっとこうですね、えっと「立ち話はお金の使い方が」と日頃からほざいているトヨタ賢治だが一番汚いお金の使い方をしていたというオチでした。ちゃんちゃんっていうことで、えー、煽りに煽っておりますと。<laughs> まあただこれは全体の文章の中の本当にごく一部で、まあ、基本的に事実の羅列ですよね。その中において、まあ、エスプリが効いてるというかそういう発言が入ってて面白いですねということだというふうに思います。はいという形でねまあ本当になんか日々よくこんなにいろんな話出てきますねっていうぐらいひどいあの <laughs> こんなのあるかなって感じですけどまああとはそれ以外にもなんかさまざまな あー支払いが出てくると思うんですよねでもなんか今んところなんか私被害に遭いましたっていう風にでかい声で言う人いないですよね。まあ、今後ひょっとしたらなんか払われないみたいな話になっていくと出てくるのかもしれないけどあちなみにあの先ほどの加をマリノさんですけどもそれこそあのお金を。 まあ支払ってもらってないということをブログの内にも書かれてるわけなんですけどもそういったところに払わずにこちらの何て言うんでしょうねあのー、特許事務所っていうんですかねそちらの方に商標をお願いしたから普通に払うとかっておかしいですからね普通にね全部払ってからやれよみたいな <laughs> あるいは債権者も金返せって言われてるわけですからまあそ,その一方で自分たちのその商標 っていうんですかねまあ本当にお遊びみたいな生徒を作ってそれの商標をに対してどえらい金額をかけると、まあ、これはちょっといずれ金額出てくると思いますけどねいくらか当ててみますか<あの> <laughs> いくらなんだろう <laughs> どうかな200かな私の見立てはで最大で400ぐらいの感じかなと。 まあでもちょっと予想は200万ぐらいにしときましょうか。はい。というわけで以上でございます。まあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。